皆さんこんにちは、最近 T シャツと帽子を作ったスタントライダーの岡です。はい、ということでですね、今まで販売してきた、T シャツ、なんですけども、最近ですね、もう少しで売り切れそうな感じになってき、てしまいまして、新しいデザインの T シャツをですね、作りました。はい、でもう今発注してるんですけども、そのまあ T シャツ、あとは今かぶってる帽子ですね、帽子も作りました。で、まあ、グッズをですね、いろいろ作ったんですけども、これからですね、結構イベントが多いんですよ。でそのイベント会場で、まあ、せっかくね、作ったので、そのグッズをですね、販売していこうかなというふうに、思っております。はい、で、T シャツはですね、2種類、作りました。1個はね、黄色の、T シャツで、背中にですね、亀ちゃんのロゴががっつり入ったやつで、もう1個はですね、背中にですね、登れてしまえばただの坂っていうね、ちょっとネタ T シャツをですね、1個作りました。で表にはですね、林道具ってちょっとアルファベット入ってて、まあ、オフロード系の、まあ、イメージをした、T シャツをですね、作ったんですね。で帽子の方はこのね、これはチャコールブラックっていうカラーなんですけども、もう1個はですね、グレーブラックになるような、配色のですね、今作ってもらってます。はい、だからまあ T シャツ2種類、帽子も2種類という形でですね、グッズを作っておりますの で今日はですね、イベントの告知をさせてもらいたいと思います。で、まあ、これからですね、直近で言うと3つぐらいイベントがあるんですけれども、そのまあイベント会場でまあその T シャツとかキャップとかね、そういうものをまあ買えるようにしたいなと思っております。ただですね、ちょっとその T シャツとかその帽子の納期によっては、まあ、イベントに間に合わなかったりとかすることもあるので、まあ、ちょっとそれはね、あらかじめご了承くださいというポイントです。はい、それではですね、5月、そして6月イベントがいろいろありますので、それのちょっとお知らせを、ホームページを見ながら、サイトを見ながらですね、解説していこうと思います。おがチャンネル。はい、それではですね、まず5月13日に行われる、イベントから紹介していこうと思います。もう、来週、再来週の、土曜日になっちゃうんですけどもね、鹿沼こだまの森で、行われる、南海部品さん、主催のゆるオフというイベントがあります。で、このね、鹿沼こだまの森っていうのは、結構ね、初心者が走りやすいオフロードコースなんですよ。でしかもですね、僕ら林道部が遊んでるような山遊び、そんな山遊びに近いこういうコースレイアウトということで、かなりね、面白い、初心者にはかなり面白い、オフロードコースなんですね。で、そこでですね、まあ、フリー走行、のイベントで1日、走って7700円と。でさらにはですね、午前中は、僕のスクールがあります、ね。これですね、午前中は僕のスクールがあって、それが2200円で、参加できますよと。で、まあ、定員がですね50名なので、もしかしたらですね、もうすでに定員に、達しちゃってる可能性があるんですけれども、一応ですね、興味ある方はですね、概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ、問い合わせてみてください。はい、このイベントはね、今まで僕の、YouTube チャンネルでは何度か、紹介しているので、この辺でちょっとね、さっくり、紹介を終わりたいと思います。はい、おがチャンネル。で、次のイベントがこれです。ライコランド、さん主催のツーリングスマイルというですね、イベントですね。このイベントですね、コロナ前はですね、僕何度か出演させていただいていて、スタントショーもね、何度もやってきました。でそのイベントがですね、なんと復活をしまして、5月の20日に、埼玉県の小鹿野町で、まあ、バイクのね、イベントをやるということです。でイベントの内容なんですけれども、で9時から15時と、入場無料と。でイベント MC が、あやなさんという方ですね。僕はちょっと今までちゃん一緒にお仕事したことないんですけども、まあ、MC があやなさんという方ですね。はい、でオープニングセレモニーが、まあ、太鼓の、パフォーマンスがあったりとか、あとは、小川博之さんのエクストリームショーがあったりとかの日経ライダースの公開収録、みかんちゃんも来るんですね。はい、応急手当の、まあ、講習があったりとか、あと小鹿野町の PR ステージ、アイカ、オガニャッピー、
いうものがあるそうです、はい、あとキッチンカーあったり、ね、ステッカーもらえたりと、あとは、巨大線引き大会、じゃんけん大会あっていうのもあるんですね。で、メーカーブースが多分いっぱい出るんですね。だからお祭りっぽく多分なると思うんですけども、バイク系のメーカーが40社、出ると、ね、ここにポスターがありますけれどもね、ポスターはこういった形です。はいね、ということで非常に、まあ、もう多分これね、まあ、もちろんそのイベントは多分ね、このブースがいっぱい出てお祭り感出るよっていうのが多分一番の売りなんだけど、まあ、そこをね、盛り上げるということで、まあ、スタントショーですね2回やりますので、ぜひね皆さん応援に来ていただけると嬉しいです。はいね、5月20日です。ここチャンネル、それでは次行きましょう。で今日ねこれをね一番、説明しないと、いけないんですけども、このね、ファンライドフェスティバルというイベントですね。はい、まあ、これ去年の集合写真がトップの絵になってますけどもね、今フェイスブックページを見ております。はい、で、このファンライドフェスティバルはですね、場所が新潟の、糸魚川市にある糸魚川シーサイドバレースキー場、ここをですねバイク、オフロードバイク走れるようにして、まあ、2日間ですねフリーに走れますよというですね、イベントです。僕もですね、1泊2日で2日間、参加する予定となっていて、もう本当ね、景色が素晴らしい、最高のロケーションの中オフロードバイク走るというですねイベントで、僕もね昔から、前から知っていたんですけども、いつかは行ってみたいなと思っていたところですね、なんと今回、ゲストで参加、させていただけることになりました。はい、で、まあ、そのゲストで呼ばれるライダーたちがそれぞれですねいろんなコンテンツを、やるんですよ。なのでちょっとそれを簡単に紹介していこうと思います。どんなライダーが来て、まあ、コンテンツはちょっと分かんないんですけども、まあ、そのライダーたちがどんなライダーたちが来るのかってね紹介していこうと思います。まずですね、大神選手ですね、エンデューロの、トップ選手です。海外の大会も参戦している、そんなライダーですね、なので、まあ、本格的なオフロードのテクニックを、教えてくれるような、そんなね、まあ、コンテンツをやってくれることでしょう。はいね、それでは次いきます。次が、大森選手ですね、フラットトラック、ダートトラック、まあ、リアタイヤをですね流しながら本当に二輪でこうドリフトをするっていう、まあ、競技なんですけども、そのフラットトラックで世界の、にずっと挑戦し続けているライダーなんですよね。うん、僕もね何度も一緒にスタントショー、でですね一緒に、大森くんと共演したりとかね、何度もしたことあるんですけれども、おそらく大森くん、最高のスライドショーをですね、見せてくれることでしょうね。まあ、こういうことですよ。もうリアタイヤ浮いてるしみたいなねハンドル地面当たってるしみたいなね、こういうですね、ほんとすごいんですよ、そういったね、ダートトラックの、スーパースライドを見せてくれると思います。で続いて、三橋選手ですね、トヨタの、ラリードライバーでもあり、さらにはパリダカーとかもね、バイクで、走っていて、バイクも車も両方ともプロというですね異色の経歴のライダーです。で今回はですね、まあ、ソードーくん後で出てくるんですけども、ソードーくんの、まあ、コンテンツを、サポートする、役割でね、今回呼ばれているようですね。で続いて、あ、オガチャンネル出てきましたね、オガチャンネルです。ちょっと僕のですねコンテンツは後で、詳しく解説していこうと思いますね。で、続いて、ファンライドフェスティバルのお昼休みはですねスタントショーをやるんですよ。でそこでいつもスタントを繰り広げるのが、木下慎介選手と矢吹大選手です。まあ、この2人はですね僕が、現役時代、ライバルとしてしのぎを削り合って、来たライダーたちですよね。まさかこんなオフロードのイベントでですね、こういう形で、まあ、共演という、形になると本当に思ってもおりませんでしたが、彼らのですねスタントのパフォーマンスも本当にこう世界で戦ってきた一流の、技ですので、お昼休みとかね、盛り上げてくれることでしょう。非常に楽しみです。そして、浜原ソード選手、全日本の、ロードレース選手権のですね JSB クラスっていうですね一番トップのカテゴリーで活躍している選手です。
このね、ソードくんは僕も一緒に何度も走ったことあるんですけども、ハードエンデューロ本当に上手で、少し乗っていきなりですね、 G ネットっていう全日本、のレースを完走しちゃったというですね、本当にこう異色の、経歴を持つライダーなんですけども、この騒動くんも、今回ですね、ファンライドフェスティバルで、コンテンツをやってくれるということで、どんなコンテンツやるのか非常に、楽しみですね。はい、で続いて内島選手ですね、現在 JNCC の、トップカテゴリー、を走るトップ選手です。もともとですね、マウンテンバイクのダウンヒルを、やっていた、ライダーで、全日本のチャンピオンを獲得しているという、ライダーです。はい、ね、内島選手やっぱり下りなのかなまあちょっとどんな、コンテンツをやってくれるかは、まあそのうちですね、いろいろ詳細が出てくると思いますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そして、次、風間慎之介選手ですね、俳優でありラリーリストでもあるということで、まあ、異色の組み合わせですよね。俳優と、しかも、ラリーと、もともとはですねモトクロスをやっていたんですけども、怪我をしてしまったみたいで、そこからですね俳優を目指したり、ラリーもやってみたりという形で活躍しているライダーです、ね。まあ、おそらくですねビッグオフのコンテンツなんかをやってくれるんじゃないかなというふうに思います、ね。なのでアドベンチャーバイクとか、うまく扱いたいなという方はですね、この風間選手のスクールとか非常に、面白いかと思います。そして次、エディタック、選手ですね。この前、僕のチャンネルでもですね、セロ700の動画を上げたんですけれどもね、タックさんですよ、タックさん今回、どんなスクールやってくれるのかな、うん、おそらく、まあ、ビッグオフ、あ、そうですね、今年もビッグオフのコンテンツ担当いたしますと書いてありますので、ね、セロ700の動画を見てですね、タックさんに興味を持った方、セロ700に興味を持った方はですね、ぜひタックさんのスクール受けてみてください。で最後、田中太一、選手ですね、まあ、オフロードの世界ではおそらくもうみんな知ってると思うんですけども、宇宙一過酷なハードエンデューロレースエルズベルクロディオをですね、唯一日本人で、完走した、ライダーです。日本人で一人しかいないんですよ、完走した人ね、うん。でこの田中太一選手、スクールをやってくれるそうですね。今回は何のスクールなのかな、ちょっと、詳細書いてないので、これからですね、こちらのページなどで詳細が発表されると思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、で今紹介したのが今回のねゲスト、そしてコンテンツを行ってくれるライダーたちなんですけども、ここでまあ僕らが一体何をやるのかっていう話ですよね。で僕らはですね、ファンライドフェスティバルのまあ初心者向けのちょっとハードな、ツアーを、やろうかなというふうに思っています。でちょっとですねコース図を見てもらいたいんですけども、今回の、コース図が、これになりますね、ここが出入り口ということでね、黄色い線をずっと回っていくと、周回路ということでね、このコースを一周できるふうになっていますね。ここはあれなんだ、対向なんだね。でこうやって一周するというね、黄色が、まあ基本のルートなんですよ、うん。でよく見るとですね、この赤い点線があるの分かりますでしょうかね。この辺に、ね、赤い点線があるんですよ、ね、エンデューロセクションと書いてありますけど、でこの赤い線がですね、実はちょっと下りだけど、ここの、赤い線がですねちょっと難しいセクションになっていますね。ここにもありますね。今回はですね、僕らはこの赤い点線を、まあアテンドするというですね、コンテンツをやっていきたいと思います。はい。で、まあ林道部で今回アテンドしていくんですけれども、アテンドするメンバーは、僕、そしてケモスター、オッくん、この3人でですね、ツアーをやっていきます。で1人当たりですね、5人を上限にですね、このねコースを回っていきたいと思います。
で、ですね、まずですね、最初にお伝えしておくのは、参加してくれた方にはですね、オガチャンネルステッカー差し上げます。参加賞としてね。で、おそらくですね、オックンとか、ケモスターもですね、ステッカーとか用意してくれてると思いますので、その辺も、ちょっと期待して、おいてください。はい。で、まあ、ツアーの内容なんですけども、まあ、ツアーをしながらですね、ちょっとやっぱり難易度が高いので、一周するのにも時間かかっちゃうと思うんですけども、まあ、時間がね、余りそうだなという時はですね、例えばヒルクライム、集中的にちょっと練習してみたりとか、なんか、練習できそうなステアケースとか丸太とかあれば、そういったところでちょっとね、練習をしたりとかっていう風に、まあ、時間をですね、最大限活用しながら、まあ、そのオフロードのテクニックも練習していくみたいな形で、まあ、移動していこうかなというふうに思っています。はい。で、今回ですね、まあ、5人、1チームで、走っていくんですけども、まあ、アテンドを入れする人を入れると、まあ、6人になるんですけども、せっかくだから、オフロード仲間を増やしてほしいなと思って、うん。で、結構こういうイベントって一人で行くのすごい勇気いるじゃないですか。うん。だけれども、まあそのね、まあツアーを、受けてくれた方にはですね、そこをまあせっかくだから出会いの場所にしてほしいなっていう思いがちょっとあって、ガムテープをですね、ちょっとジャージに貼ってもらって、そこにね、あだ名とかニックネームをちょっと書いてもらって、まあ、オフロード仲間が増えやすいような、そういうですね、ちょっと配慮もしてみようかなというふうに思いますね。だから、一人で、参加するのちょっと、勇気いるなとか思ってる方はですね、ぜひこのイベントにエントリーしてほしいし、ぜひ、僕のね、担当するこのツアーにですね、参加してもらってオフロード仲間増やしてほしいなというふうに思います。はい。でやっぱりね、赤いところで赤いラインはちょっと難しいので、そういうところはね、なんかヘルプをしたりとか、そういうことがまあ必要になってくると思うんですけども、そういうのをね、助けたり助けられたりっていう中でね、本当に自然と仲良くなってくるんですよだから、まあね、このツアーをね、最大限利用してオフロード仲間増やしたいなっていう方にね、ぜひエントリーしてもらいたいなというふうに思っております。はい。でそれとですね、ぜひ女性の方も、エントリーしてほしいなというふうに思います。はい。基本的にね、女性がエントリーしてくれた際はおっくんを担当に回そうと思っております。はい。おっくんがね、多分一番ね、女の子受けいいと思うんですよね。うん。やっぱ基本的にイケメンキャラで通ってますので、おっくんにね、担当してもらってですね、うまく、おっくんだったらエスコートをね、してくれると思うんですよ、ね、なので女性の方もですね、ぜひぜひ、遠慮せずに、エントリーしていただけると嬉しいです。はい。といったところで、だいたい僕の、今回の、ファンライドフェスティバルの、コンテンツの内容お分かりいただけましたでしょうかね。ただね、この黄色いラインを走るだけでもめちゃくちゃ楽しいんだけども、ね、もう一段上のこの赤いちょっと難しいセクションをですね、ぜひリンド部と一緒に、駆け抜けてね、いや走りごたえあったな、楽しかったなという思い出をですね、作っていただけたら非常に嬉しいかなというふうに思います。はい。オガチャンネル。はい。ということで、イベントの、紹介しました。最後に、まとめておくと、5月13日に南海部品の、ゆるおふ、カネマ、こだまの森でやります。5月20日に、ライコランドさんの、ツーリングスマイルでですね、スタントショーを行います。6月3日から4日、1泊2日ですね、2日間の間、新潟県の糸魚川市の、糸魚川シーサイドバレースキー場で、ファンライドフェスティバルに、出演します。はい。この3つの会場でですね、ブースを出して、T シャツの販売、そして今かぶってるこの帽子の販売、ステッカーの販売もやっていきます。ゆるおふに関しては、ゆるおふにイベントに参加してくれた、方皆さんにですね、ステッカープレゼントします。そして、ライコランドのスタントショー、これもですね、チャンネル登録をしてくれている、僕のファンの方にはですね、無料でステッカーをプレゼントします。そしてファンライド、フェスティバルはですね、僕のコンテンツにエントリーをしてくれた方に無料で、ステッカーをプレゼントします。グッズの販売の方は、各会場ね、それぞれ、行うという形です。はい。なのでですね、まあ、新しいグッズ展開していきます。そして、ね、スタントショーだったらライコランドのイベントに来てほしいし、
オフロードで一緒に遊びたいっていうんだったらゆるオフと、ね、ファンライドフェスティバルに遊びに来ていただければなというふうに思います。はい、皆さんと、お会いできるのを楽しみにしております。それではイベントでお会いしましょう。またね。